東京キャラクターストリート5周年ハッピーバースデー。よいしょ、わー出ました。はい、登場いたしました。それでは登場してもらいましょう。熊本県のくまもんです。来てくれたんですね。お顔がちょっとほころんでいらっしゃいますが、ゆきさんおなじみの、今日リアルなくまモンにお会いするの初めてなんで、はい、こんなにあのキャラクターあのテンション高いキャラだと知らなかったんですごいびっくりしてるんですけど。そしてですね、もうこのマイクを持っていらっしゃる左手の方に何かこうキラキラと、はい、見受けられるんですが、ちょっとご紹介いただけますか。いただいちゃいました。よかったです。お誕生日が3月2日だったんですけど、はい、その時に合わせてなんかあの婚約しているとはいえ、こういうあのものがまだ届いていなかった、注文はしてたんですけど届いていなかったので、なんかすごく実感がさらに湧きました。一緒にお寿司を食べに行ったんですね、誕生日の日に。そしたらいろいろこうお任せで握りが出てきた最後に、なんかおかみさんが急に出てきて、続いてこちらですみたいなメニューを差し出すように渡してくれて、何ですかこれってなって箱開けたら、マリッジリングと、エンゲージリングの2連のが入ってて、あ、今日合わせてくれる予定だったんだねって思って、ありがとうって言ったら、もう一品ありますって言っておかみさんが小さい箱をくれて、それがもう一連のこの一番上についてるのなんですけど、これも誕生日プレゼントで、なんか私が婚約指輪を探すときに、これは3本結構同じブランドのセットなんですけど、どの2本にしようかすごい迷っていて、それを覚えていたみたいで、その婚約指輪を発注したときに同時に注文しててくれたみたいなんですよ。誕生日にもう一連を上げて3連にしようっていう。どこのブランドで、はい、総額ってどれぐらいの？買った場所はアシュペイフランスっていうところなんですけど、あのイギリスのインポートのもので、でも多分私値段はっきり忘れちゃったけど、3本で多分なんか普通のいわゆる月収の2倍ぐか3倍ぐらいとかじゃないですかね。でもこんな感じの横に並びますと、はい、具体的にどんなところが似てますか？色黒なところと、あと目がすごい似てるんですよ。目がこういう、なんだろう、ちょっとびっくり顔した感じの時のこう目元がすごいそっくりで、あとまあ今こうやってやってみるとこういうなんか動きもすごい似てます。そうですね、順調です。どういう演出にするかとか、どこで誰々が手紙読んでとか、そういう具体的なことも今決めていってるところなので、すごいワクワクしてます。ドレスとか、はい、分かりました。ドレスはインポートのもの一つと、あと二つ自分でブランドを立ち上げて、あの今予定ではセレンディピティっていうブランドにする予定なんですけど、それで2個作って計3着着る予定です。もう同居はしてますね？あ、そうですね、ほぼもう完全にしてる状況ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうね。バイバイ。ありがとうございました。